その後ちょっと待ちてからりっくんから DM もらって、それやったらもうホッシュルしましょうってなって、ホッシュル出させてもらうような感じになった。事前打ち合わせなしです。はい、もう一発損回す。なんかいくらどう何を言われても自分の正義は語ろうと思ってます。オッケー。あ、お疲れっす。お疲れっす。いや、もうやめて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 、もう計算や。セロ TV やってくれてる。クマロ進出するぞ。めっちゃ汗かく。リックがもうほんま目の前におるもん。汗かくわ。大阪でめっちゃ高い食ってやな、そういえば。食べましたね。お前演者やってるやん。いやいやいや、違う。掛け合いじゃないですか。ただの掛け合い。いや、今の食べましたねは完全にあのカメラ向きのお前なんかテンションになった。食べましたね。どんだけたこ焼き取ってんの。そんな取る？手元を取れた感じ。え、グルメ番組2カメで、やばいやばい、おかしい、おかしいよ。食レポはできひん。そんな待たれても何や、2カメでたこ焼き食ってるのとは言えるって。いや、僕もちょっとできないですよ。今日なんかこう黒くない、ヒゲめっちゃ生やしてくるやん、そこわざとな。お前、お前ほんま見た目ディレクターやん。この前お前さ、集客して生きてたやん。はい、高島さんめっちゃ笑ってたね。生きり方があからさますぎてめっちゃおもろかった。あの後、高島さんに真似されてましたね。一回映像を見てみ、自分がどういう生き方してるのか多分分かるわ。生きれる時に、いや、そのなんか生きれるハードルがさ、一択っていうのがさ、あまりにもさ、なんかもう低すぎてさ、ハードルが。それがおもろかった。一択で生きるっていうのは、そう、一択で生きれないんだ。すごくない？よくよく考えてほしい。でも、ゆかどさんがやっぱ背中を押して送ってくれたんで、やっぱよし、行けてこい。そう言うしかなくない？その、生きりすぎてる人をさ、なんか、そんなん否定してもあかんやん。テンション下がってますし。でも、めっちゃおもろかった。全部かっこ悪かったよ。いや、一周回ってない、回ってない。うん、回らずにかっこ悪かった。恥ずかしいです、そこまで。なんか一回映像見てほしい、恥ずかしくない、自分で一回客観し、お前も客観してほしい。マジでおもろかったから。肩で風邪切るってあのことっすよね。風切ってて、はい、どうぞ。
詰められるんかな。もちろん絡みはあります。絡みはりっくんは多分会ったことないっす。時期は多分ちょっとかぶってたかな。食いつき時代です。でもある意味 YouTube、SNS 始めて欲しるまでたどり着いたっていうのもあるけど、それをあの否定的なことをいくら言われてもね、俺からしたら歌舞伎町のど真ん中に帰ってきてるようなもんなんでね、まあある意味達成ですね、一つの。コラボというか出させていただけるっていう話なんですか、はい、なんでこの出させていただけるまでになったんですか。なんかね、なんか X でりっくんとハッシーやったかな、なんかあのプレイヤー、なんか現役を退いた人たちがなんかプレイヤー復活ブームみたいなちょっと起こったじゃないですか、はい、ほんでそれの先般と当たる人間は熊野信と大手美香さんですよ、責任取ってくださいねっていうようなことを言われたんが始まりやったかな。その後ちょっと増してからりっくんから DM もらって、ほんでご飯行きましょうっていう感じになって、行こうってなって、でカメラ回していいって確認して、ああもうどうせやったらそれやったらもうホッシュルしましょうってなって、ホッシュル出させてもらうような感じになったんです。初めて会うのがホッシュルなんですか。そうっすよ。やばないっすか、時代すぎるやろ。じゃあ今っぽい、今っぽいっすよね。しかも俺も俺で、あの初めて会うのにカメラ持って行っていいって言ってる俺もいますからね、時代っすよね。だからどういうなんか話をするかとかもう何もあの事前打ち合わせなしです。はい、もう一発損回すね。今日これだけは話そうとかありますか。あ、でもなんかいくらと何を言われても自分の正義は語ろうと思ってます。正義のもとやってるし、あの、何もそこはもう堂々としてようかなと、いう感じですかね。正義がありますからね、俺にも。ツイッターでちょっと言われた時にどう思ったんですか。この時だけはうわって思いましたよ。それで影響力あるから確かにそれはあるよなみたいな、プレイヤー復帰ブームみたいな、まあ、でも俺はそんなつもりはなくてね、もう全部ほんまに店をなんとか一流店を作りたいっていう思いのもとの全てなんで、これしか方法がなかったっていうね。しかもやめようとしてましたからね、そもそもホストクラブの経営側っていうのが、運営側が向いてなくてやめようと思ってからの今やから、今会う前なんで、はい、会う前のイメージというか大体こんな人だろうとか想像つく範囲で考えます。一つもう分かってる点があって、めっちゃ気にしいっす。あ、めっちゃ気にしいのコーナーや、なんかめちゃくちゃ考えるコーナーやなとは思ってるんで、もうそのままじゃないですか、あのままじゃないですか、ほんまに。動画見てたら俺は俺だ、これがみたいな、そのまんまやな、結構言ってる、あのまんまじゃないですかね、はい、そうなのかなと思います。たまにあのりっくんのあの暇つぶしやったっけ、あのあれも気にしてますからね、あれ多分あのままのイメージです。あーもうほんまちょっとマジでパワーあるかな、ほんま。今日終わったらもう完全にちょうどボロ雑巾やな。絞るものが出ないっすね。どうしよう、時間が余っちゃいましたね。
全然時間あるんですけど、どうしよう。ちょっとミスりましたね。すいません高島さん。めっちゃ気合い入ってる。でしょ。何回？4回。どこに行けばいい？あ、こんばんは。あ、りっくんいてますかね。りっさん、はい、はい、今日ちょっと星尻で出ることになった。はい、はい、あ、すいません、あ、どうも。お疲れっす。お疲れっす。どうぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、ジャス君。いやいやいや、 YouTube 見てます。はじめまして。いや、初めてですよね。いや、見てます、ずっと。いや、とんでもない、とんでもない。こっちが見てます。いやいやいや、少しお酒飲んでて酔ってるんですか。あ、もう全然全然、もうすぐ呼びます。呼びます。座っていただいて大丈夫です。いいっすか。はい、全然ゆっくりしていただいて、すいません。オッケー。あ、お疲れっす。お疲れっす。いや、もうやめて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 、もう計算や、計算。もう YouTube 入ってるの知ってるから。もうやめて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 、ほんまやめて、ほんまやめて。俺が叩かれちゃう、俺が叩かれちゃう。もうさすがやわ、さすがやわ、ほんま。初めまして。いや、初めまして。歌舞伎町の老害です。言ってないです。言ってないです。うわー、会えた、会えたわ。ただその、うん、ちょっといじった方が多分面白いんで。いや、絶対いじった方がいけると思う。頑張ります。頑張ってほしい、はいはい、頑張ってほしい。ただその終わった後に謝ります。いや、もうや全然謝らんでいい。全然いい、全然いい。楽しく生きたい。うわ、いじられたら生きるから。うちの帝です。うちの帝です。初めまして、ミカラセナです。知ってます、 YouTube 見てます。なんか言え。いや、同じミカドとして、さんとして。知ってる。あの、やっぱ一番。いや、なんかさっき裏で言ってましたよ。いや、今俺がミカドだからみたいな。ミカド多いな、ミカド。言ってたよ、さっき裏で。あ、やっぱ、じゃあ今のミカドやな。だから俺言いましたよ、お前本人目の前で言えよ。いや、俺言ってないじゃないですか。やばい。これどっちが本番、どっちが本番。嘘つきですね。怖いからあるよ。いや、違う違う。怖い怖い。さすがにリックは緊張するわ。まあ、やっぱ出かけてもらったからね。ほんまに、ほんまに怖いわ、ほんま。セイロ TV やってくれてる。クマロ進集するぞ、クマロ進集する。いや、ありがとう。いや、もうほんま呼んでくれてありがとう。お待ちしました、ありがとうございます、本当に。お疲れ様です。あ、ミカさん。俺はもうこれジャスさん、ジャスティンさん用なんで。これジャスさんね、はい、私は緊張するやろ、そりゃ。令和のミカさん、ちょっと失礼します。いやいや、勘弁してください。言ってたよ、今は俺が、ミカドではね、プライドが大事ですから、確かに。それはそうじゃない。ミカドプライドが大事だからね。知らないもんね、その、どういう、あれを歴史を作ってきたか。そこは本当に分かんないかもしれない。でも本当に、そりゃそうだね。はい。いや、もう全然、だって、めっちゃ若いやん。22、23とか。今21で。そうやね、それぐらい。総書きっす。言い過ぎです。それでだって1億超えてるもんね。まあ、すごいわ。よう考えたらすごいじゃん。すごい。やっぱり毎日遅刻するんですよ。どう思います？若いからしょうがない。ってなっちゃう。自分のお店の子でもですか？ああ、ちょっとやっちゃうでしょ。ちょっと緩めになっちゃうな。ちょっと勤怠な、ちょっと気をつけようなみたいな、お父さんみたいになってる。ありがとうございます。カットでいいですよ。ほら、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。びしょびしょ。いや、もう可愛い。大変ですよ。可愛い。
ジャスコにうちのチャンネルいくらでも大丈夫なんで、いくらでも捨ててください。あ、もうありがとう、ありがとう、甘えます。緊張するな。うるせえやん。うるせえよ。じゃあちゃんとリックは入った。リックは入ってくれた。赤赤。やめてください。緊張するよ。いや、さすがにな。さすがに。俺ら世代よね、うん、いやさ、俺らがちょうど世代だから、それを忘れなきゃいけないから。そうだ、うん、それ必死やもん、うん、お前はいやいや、いつも通りいつも通り、はい、俺頑張るから、はい、楽しい。もういいの？いいです。どうも、ジョニー君とジャスティンとで、あ、ジャスティンです、そしてっていう感じで、スエロ TV で。オッケー、そう、オッケー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 。てか最初からスエロ TV でもいいしね、別に。まあまあまあ、まあ、リックが言ってくれるんが嬉しいわ。いや、俺、あ、まあ後で、ちょっと。どうも、ホステルのリックとジャスティンと、そして、せーの、スエロ TV。 違う違う違う、大手ミカドです。大手ミカドです。呼んでもらえた。いやいや、すいませんでした。いやいや、やめてください。まだ何が、何がまだ、あのこちら、あの大鳥の帝さんに。大鳥帝です。やっぱりリック でもちょっと熱いっすよ、うん、あ、ほんと少しね。ジャスティンやってきて、ちょっとカメラ、うん、モブやばい。や、なんで、まあ、いいけど、モブでも一回ゆっくりしましょう。あ、ありがとう。ちょ、山田、ちょっとおしぼりもらって。なんかえらい熱いの。あ、ちょっとお返しします。照明もあると思います。透明で熱いわけないようなもんだよ。俺、オムブロコの無汗。申し訳ない。いやいやいや、めっちゃ汗かく。リックがもうほんま目の前におるもん、汗かくわ。いや、嬉しいです。いや、めっちゃ嬉しいです、喋れてるよ、本当に。多分、いじるのむずい。いや、もうちょい、もっと言ってほしいな。あれがいじれる。ちょっとこう今、空調、今少し熱いんだ、味方。オッケー。おいおいおい。え？ちょっと。ああ、元気。そんな仲ないや。ああ、おいおい。結構な。あ、どうもんや。え？押して。え？あ、一回したから。うん。一回したらそうなるやん。うん。結構あのフランク。めっちゃ頑張っててやん。で、そっから食べ口やんな。いや、やばい。水木空がです。よろしくお願いします。ドンファン返し。ドンファン入ってきた。ドンファン入ってきた。ぬるいな。ぬるいな。苦労話みたいありますか。ドンファンの苦労話聞きたいわ、逆に。マジで、本当にミカドさんもそうですけど、なんでさ、カメラ回ってなかった時に、いやいや、食べ口でさ、カメラ回ったら敬語になる。逆やぞ。あ、まあ、確かに。ドンファン。でやねん。絶対ねえよ。今大鳥さんをいじめてんの。そう、ホステルやってんの。でもそれぐらいしないと。いじめた方がいい。お前も言ってくれた。そしたら、多分あ、確かに帝さんも喋りやすいけん。失礼なやつで。さあ、最後。いや、俺が失礼なやつ頑張るから。あ、じゃお前もちょい失礼ぐらい。あ、ちょい失礼です。あとで、はっきり言うな。あとで一緒に謝る。うん、そうだ。だから、失礼の対象なんだ。いいだろうよ、たまに。はい、ということでね、ちょっと、はいはい、なんか増えたな、ミカドが多い、はい、よろしくお願いします。大鳥ミカドさんでした。ありがとうございました。この後謝っておきます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっと一回解いてもらえる。はい、これもっとさせて。ちょっとやめて気まずいって。もジャストすご。正直話させてもらうと、SNS の多分数字がそもそもだと思うんですよ。だからそれだけ上がれば多分余裕だと思うんですよ、これ。ミカドさんなんか結局見られる数とかそんだけと思います。なんかやり方とかじゃなくて、で今ホスト業界のそのあれがいすぎて伸びないんですよ。だから途中参戦しても多分、例えばじゃあ八代さんが今入っても多分伸びないです。タイミングが決まって、で八代さんもそういうドキュメンタリー系で伸ばしてたんです。だから何かで伸ばさないといけないですよ。それを思いつけば俺らもやるんですよ。それがそこだけと思います。正直。ちょっと競合が。そうなんですね。後発のなんか。やっぱそうやな、こう先行者利益っていうか、やっぱりだって俺らそのランウェイで歩くだけのショート動画で歩くだけじゃないですよ。でも600万とかやったんですよ。でもそれも最初にやったからみたいな感じとか、そういうのが大事かっていう感じですよね。まあ、もうコツコツ頑張
頑張るしかないかな。チャンネルができた日、ツイートした日から見てますよ。マジ、はい、マジで YouTube やります、やりますから見てます。そのなんですかね、そのスタートの発信をもう最初から見てます。そうやって見てます、見てます。うわ、別に、別に今たどり着いたわけじゃなくて最初から見てます。いやもう、あえてされへんやろなと思ってたから、いやいや絡みづらいですから、ね、申し訳ない、申し訳ない、とても絡みづらい。もうほんま、キャラ作れんくて。で結構言われてて、ミカドさんとコラボしてくださいって言われてたんですけど、いや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 っていう感じだったんで、どうつでもなんかどういうやり方しても捨てるのかもないから、楽しいんだろうと思って。なんかもっとイメージ的にはもっとなんかプライド高くて気強くてみたいなイメージでした。あ、もう元々のイメージ。はいはい。何でもない。いやそんなことないね。そんなことないやんね。そんなことな。でも正義は自分の中であったり、せめてなんか。踏める踏み台になりたいとか、踏めへん踏み台ってもう飛べへんだよ。まあそうですね、うん、ほんでそれになるぐらいやったらもうせめて踏める踏み台を挑戦して、踏み台になれたらもうせめてなんか、うん、なんかやってよかったな、信念持ってやってるなんですよね。でもなかなか伝わらん、それが。そうそう、だけどそれが多分OKだよな。え、お酒一切飲まないですか？飲めない。え、もともと？もともと飲めない。すげーな、ノンアル？そう、ノンアルで売れてたんや。ノンアルやったよ。すげー。いや、もう喋るはもともとめっちゃ好きで、人とで、人となんか仲良くなるの好きだから。え、なんかその、可愛いねとか言ったりするんですか？え、そのお客さんですか？あ、言う言う言う。あー、なんかイメージがわかんない。うん、可愛いな、使えます。使えます、使えます。でもあの、YouTube ライブとかもなんかよくやるようになって、今2年半ぐらい継続してやってます、うん、ずっとライブ見てる。あ、一人ごと、あの、南條と、はい、あ、いやいや、町外の下りもあの全部見てる。大鳥みかんさんにお前会ったことある？ないんすよね、僕。え、でも知ってるやろ、どういう人か。あ、知ってます、知ってます。あの人いじれる？いじれないけど、俺ね、うん、あの熊野新社長からね、うん、こう言いたいやったんですよ。大鳥さん、みかどさんが褒めてたよみたいな、うんうん、あの子すごいね、南條京海くんって言ってました。あと間に合わなかったよ、スパチャが。いやいやいや、そう、スパチャ間に合わなくて、なんかあの日本を間違えてお手柔らかながらやったってコメント書いて、あの配信終わっちゃった。スパチャ間に合わなかったよ。ごめん、ほんま時間取らせてもらって。あ、全然僕はあの十分っすかね、全然暇なんで。僕は全然汗だくめちゃめちゃっすね。めちゃくちゃ汗かいてた。めちゃ汗かいてた。めちゃめちゃっすね。もう緊張した、汗かくんやと思って。おもろかった。タジタジやったな、ちゃんと。まあ、緊張しますよね、一人チャンネル出たら。こんなサウナみたいな汗かくの初めやばかった。え、汗とか映ってるんですか？汗は結構映ってました。映ってるっすよね。はい、びちゃびちゃでしたもん。びっちゃびちゃやったもん、ほんま。どうぞ、めちゃくちゃすごいっすわ。びっちゃびちゃでした。なんかちょっとこの部みたいな、それが閉める今度配信で言います。こいつめっちゃすごい。そこじゃないところいっぱい。いや、らしさが出ましたね。そうですね。はい、行きましょう。あ、すみません、三河さん、ありがとうございました。ありがとうございました。え、どうぞ。じゃあ、また引き続き LINE の方で。はい、あ、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ緊張した。めっちゃもう汗やばかったよな。初めて言いました、あんなびちょびちょなの。僕も汗の形ついてますよ。ちょっともう使わんとって、これは使わんとって。いや、見えないです、見えないです。全然やっぱカッコつけられへんな、大鳥みかどは。後半乗ってましたね。乗ってました。後半から乗ってってました。アジャストらへんから。これ最後じゃない。もうほぼ最後。いや、もうほんまに。緊張ですか、それ。
緊張緊張になるんかな。ドキドキはしてないんだけど、多分汗がドキドキの役割でめっちゃ出てたよ。全然アウトで進んでなかったんですよ。確かに振ってるところ全然見てなかった。みっくん緊張したわ。じゃあもうあのホッチルっていう名前でもう多分ビビってたんですよ。で登録した20万人おんねん向こう。何してんねやろ。汗かきすぎて寒い。明日休みたい。じゃあ明日って現場やったっけ。朝入ってます。カオルさんの日程ずらしますか。いや頑張ろう。めちゃくちゃやん。カメラ越しでも汗かいてるの分かるんですか。めちゃめちゃ分かります、はい、分かった。めちゃくちゃ分かります。やばかった。一人だけ滝でした。一人だけ滝行してました。じゃあホッチルでも汗だくの本当に味方が見えると。そうですね。手応え的にはどうですか。やったったわって感じですか。そんなあると思いますか。いやでもこれが俺やからな。すごい人生ですね。楽しいわ。こんなことも多分汗だくになってあの YouTube に出るようなことが待ってるなんて YouTube 始めた頃は思ってもなかったからな。今の歌舞伎町で生きてますね。まだお疲れ様でした。締め日が帰ってきましたね。それ以外の正直もあんまり眼中にないというか何の余裕もないです、本当に。さっき仕事終わってきて、男子に気にしておしめ素敵な日々より4倍のことでいただきましょう。もうやれることはもう分かっちゃってるんで、その自分のできる範囲が。いや、負けた気がする。めっちゃ僅差っすね。そうですね。うちに、まあ、コールが来た場合ナンバーワンじゃない。こう俺のスケジュールちょっと見てもらっていいですか。あの今日あの1時15分から公開処刑ってあってます。